東急田園都市線多摩プラザ駅です。僕の世代の人で東急田園都市線って聞くと、あの名作ドラマ金曜日の妻たちへを思い出す人もいるかもしれないですね。まあなんともね、上品でおしゃれな街だと思っています。で、駅前には東急百貨店多摩プラザ店が店を構えています。なんだかね、奥田瑛二と森山良子がね、こう相引きしてそうな、そんな雰囲気すらねしてしまうんですけれども、今日僕はここにとあるね名レスラーの展示会を見に来たんですね。姿が見えてきました。ひときわね大きな等身大フィギュアですね。身長2メーター9センチ、東洋の巨人、そうジャイアント馬場です。今年はジャイアント馬場の没後25周年にあたる年です。それを記念して行われたこの展示会の様子を皆さんにお伝えしたいなと思っています。2024年の9月の最終週の週末、僕は並木道のね木漏れ日をくぐり抜けながら多摩プラザ駅前に向かっていました。で、この2024年の夏ってのは本当にね長い暑い夏で、この日もね9月末だっていうのに真夏の陽光でしたね。半袖半ズボンの方も多かったです。でね、あの信号をね右折すれば東急百貨店の多摩プラザ店が見えてきましたね。そう、ここが馬場店の会場です。で、馬場さん25年メモリアルジャイアント馬場店、東急百貨店多摩プラザ店で、期間が2024年の9月26日から10月2日までっていう、まあ短い期間でしたけどボリュームのある展示でしたね。で、会場は3階の催事場だったんですけれども、屋上庭園のコモンフィールドでは歌舞伎と藤波、あとは川田とね大森のトークショーが開かれたりして、まあね華やかなものになってました。そんなわけで3階の会場ですね、人結構いましたね。そして思ったよりもね規模が大きい展示だったんですね。これは嬉しかったですね。パネルもいっぱい飾られてあって、でなおかつね1階の入り口と同様に馬場さんのね等身大フィギュアがこちらでもね待ってくれていたんですね。で、このゴージャスなね鶴の柄のガウンでこちらに手を差し伸べてくれているっていう、やっぱり世界の大巨人って感じがしますね。で、全体像をまずお見せしますけど、まあこの辺に風にねハワイの絵が飾られていたり、あとね全日本のレスラー三沢のガウンとかね、で奥の方にはねトロフィーも飾られてますね。そしてねグッズもいっぱい売ってましたね。で、全日本プロレスのグッズっていうと、昔はね、あのジャイアントサービスの T シャツとか、誰が買うんだよみたいなデザインだったんですけど、今逆にね、ああいう緩いデザインが受けてて、うちの連れ合いなんか、ジャイアントサービスの T シャツ可愛いとか言ってましたね。ちょっとびっくりしましたね。で、こうね、マウスパッドとかね、T シャツとか、書籍とかね、ほんと数多くのグッズが売られてましたね。で、こちらが今回のね、メインの展示の一つのトロフィーですね。ワールド大リーグのトロフィーと、あとはね、日本テレビ杯っていう、インターナショナルヘビー級王者専用のトロフィーですね。この二つは本当ね、お宝トロフィーですね。で、まずこちらはね、ワールド大リーグのトロフィーなんですけど、これは実際には二代目のトロフィーになりますね。初代、二代目とも力道山が手にしてるっていう、由緒あるトロフィーで、当時のね、日本のデザインにしてはすごい斬新なデザインですね、この二代目トロフィーっていうのは。そして普遍性のあるデザインだと思ってます。で、このトロフィーの下部には、各大会のね、参加選手と優勝者の名前が刻まれていて、馬場さんは6回かな?名前が刻まれているんですね。で、あと、1975年に、
世界オープン選手権っていうのが行われたんですけど、その時にこのトロフィーが復活して、その時もね馬場さんが優勝してるんで名前が刻まれてますね。ほんとね、優秀あるトロフィーっていう感じでした。でこのトロフィーで思ったのは、この王冠部分がちょっと陥没してたりするんですけど、日本地図が割とねしっかり描かれてるんで日本製だなってそういうとこから分かったりしますねこれね、あるあるなんですけどね。そしてもう一つ、日本テレビ杯、これは力道山の後を継いでインター王者になった馬場さんに対して日本テレビから贈られた由緒あるトロフィーなんですね。でその後 NWA 世界ヘビー級選手権や三冠ヘビー級選手権のトロフィーにもなってます。でもともとはねインターヘビー級の専用トロフィーだったんで、地球儀のところにインターヘビー級ベルトがこうねあしらわれてますね。で馬場さんはこのトロフィーをすごく気に入ってて、このトロフィーを贈られた時にワールドリーグのトロフィーより立派だなって言って喜んでたそうですね。でその後もねこのトロフィーを使ったっていうことからもこのトロフィーに対する愛着を感じますね。というわけでこの2つの由緒あるトロフィーですけど、これはねもう大事にしてほしいですね。あともう一つね、全日本プレスのお宝トロフィーっていうと、チャンピオンカーニバルのトロフィーってあるんですけど、それね今ね現役なんですね。ただね今の全日本プロレスのチャンピオンカーニバルのトロフィーの扱いがねちょっと雑でねグラグラしてるんですよね。ここにもう一本並ぶべきね偉大なトロフィーなんで、全日本プロレスはねトロフィーの扱いとか気をつけてほしいなって思ってます。でトロフィーに並んでもう一つの目玉展示はチャンピオンベルトの展示ですね。これはねほんとグッときましたね。でこれは三冠選手権ベルトですね。インターヘビー級、PWF ヘビー級、UNA ヘビー級の3つのベルトをジャンボ鶴田が1989年に統一してね誕生した三冠選手権ですね。90年代はね全日本の激闘を象徴するベルトになりましたね。で今お役御免なんですけど、たまにね全日本プロレスマットに登場してますね。でこれが PWF ヘビー級ベルトですね。これは馬場さんがね大事に保管してる純金バージョンと、あとメッキのレプリカバージョンがあるんですけど、この展示では純金のねある意味本物のベルトが展示されてましたね。やっぱり重厚感ありましたね。でもちょっとサイドバックルはこれ取れてるのがあれだったんですけど、これね東道館のイベントでドクトル・ルチェさんが手に持って説明したんですけど、ものすごく重かったって言っておられましたね。そしてこちらがインターナショナルヘビー級ベルトで、日本の至宝って言われたベルトですね。なんかねこれはね藤波さんもねこのベルトに憧れたって、なんと言ってもかっこいいって言ってるベルトですね。でこのベルトっていうと、僕別動画でこのねベルトの下の部分のね2つの丸は何なんだっていう検証動画を作ったんですけど、やっぱりねボルトの先でしたね。改めて見て分かりました。でこちらがねユナイテッドナショナルヘビー級ベルトですね。これは馬場さんというよりアントニオ猪木を象徴するベルトでもあったんですけど、そうであるがゆえにアントニオ猪木店や猪木さんとの別れ会で展示されたりしてましたね。まあ痛みが激しくて印象的なね横の不思議なサイドプレートもだいぶすり減ってましたね。はい。そして三冠ベルト以外にもアジアタックのね2枚のベルトと世界ジュニアヘビー級選手権の初代ベルトが飾られてましたね。はい。でこちらアジアタックのベルトなんですけど、すごいいいデザインですよね。アールデコ風なこう外形に対して、外枠に対して中はねこうね和風な感じになってるっていう、和洋折衷じゃないですけど、すごいいいデザインのベルトだと思ってます。このベルトってニューベルトになってるんですけど、このデザインは変えてないんですね。だからそれだけいいデザインだったってことだと思います。そしてこちらは世界ジュニアのベルトですね。もともとは NWA インターナショナルジュニアヘビー級2代目ベルトだったんですけれども、まあねいろんないきさつを持ってるベルトなんで、別動画でありますんで見ていただけたら幸いだなと思ってます。
というわけで6枚のベルトが展示されたんですけど、こうやってね立てて展示されてくれたんですごく見やすくて良かったですね。これがね平らなガラスケースにただ置いてあるだけだと天井のねライト拾っちゃってよく見えなかったりするんですね。だからこういう風に展示してくれたのはありがたかったです。であと面白かったのはこの三冠ベルトのすぐ横に記念撮影用の三冠レプリカベルトが置いてあったんですね。でこれは4400円以上お買い物するとこの三冠ベルトを持って記念撮影できるってものなんですね。で非常によくできてるレプリカなんですけど、やっぱね本物の横に置いてあるとすごい安っぽく見えてしまいましたね。はい。であとね PWF ベルトだけはレプリカをこの場で発売してて22万円ぐらいだったかな、なんかグッときましたけど、連れ合いに行ったら全然本物の方がいいでしょって、しかもチャンピオンベルト買うもんじゃないわよってもうね改めて言われてしまってしょんぼりしてしまいました。次は思い出の写真のコーナーですね。白黒写真が多いんですけど、若き日のね馬場さんの姿を見ることができました。でこれがね高校時代野球部に所属してエースだったっていうね、もうね頭一つでかいっていう感じですね。まあ馬場さんは高校の頃がね結構キラー馬場でね、なんか先生とかでも理不尽に叩かれると許さなかったっていう話ですね。でこれが憧れの巨人軍に入団して一軍で先発してるっていう素晴らしいフォームですね。もうほんとピッチャーって感じですね。でも一軍では0勝1敗っていうね結果に終わりました。でもね巨人の先発をしたんですから大したもんだと思います。そしてプロレスに入門ですね。猪木さんと馬場さんのツーショット写真、これ有名な写真ですね。で若手時代は馬場さんは猪木さんに15戦して全勝だったっていうリザートが残っています。でこれね若手4馬ガラスと思ったんですけど3馬ガラスですね。猪木さんと馬場さんとマーモス鈴木さんですね。なんかね熱いですよね。みんな190センチ2メーターあるっていう、今の新日本170センチ台ですからね。でこれがね僕好きな写真ですね。これ猪木さんが馬場さんのねタバコの火をつけてあげるっていう、でも実際にねレスリングウォーの後も2人がばったり出くわすと一気にこのね馬場さんカンちゃんっていう関係戻ってたっていう話ですね。でこれは海外遠征を終えて帰ってきてね力道山がね次期エースに馬場さんを指名してるようなシーンですね。でもね力道山に対しても馬場さんは臆さなかったっていう話ですね。なんか先生じゃなくて力さんって呼んでたって話ですね。でインターヘビー級王座日本の四方を巻いて日本プロレスの押しも押されもせぬエースになったっていう、この頃の日本プロレスが一番儲けてたっていう話ですね。馬場がエース時代っていうのは本当に人気だったっていう。そしてこれは坂口誠二との東京タワーズっていうね、まあ短い期間でしたけどこんなにね大きな日本人がね2人もいてね、で外国人と戦うっていう、まあこれはこれで BI 法とも違う魅力がありますよね。そして切り札というべき必殺技ランニングネックブリーカードロップ、これは本当にここぞっていう時にしか出さない技で、この技でねなんと世界の最高峰である力道山も手が届かなかったベルト NWA 世界ヘビー級ベルトを獲得したっていうね、これがね日本人当時ね唯一の NWA 世界王座体感劇っていう、まあいろいろ言われますけど、まあそれも含めてプロレスだと僕は思ってますね。でこれは日本テレビの隠し芸大会なんかね普段クールなのにこの時ばかりは異常に力が入るんですねでレスラーの女装好きもなんとかならないのかって、これベルサイユのバラを演じた馬場さんですけど、なんかね必要以上にノリに乗ってる気がしますね。はい。続いてはジャイアントの私物っていうねそうなんですね、この大きな靴に象徴されるように馬場さんの私物は大きさもねあとスケールもでかいっていう感じでしたね。ネクタイとかねベルトもね特注なんでしょうね。で私物の中にねボーリングの球があって、なんだろうと思ったら元子さんってボーリングの腕前がプロ級だったっていう話なんですね。で馬場さんと結婚する前にはそのプロボーラーになろうかってぐらいの腕前だったっていう、なんか意外でしたね。そして馬場さんっていうとイメージとしてゴルフをやってるっていうイメージがありますね。ハワイとか行ってね、あれハプナビーチとかなのかな、楽しそうにやってましたよね。で各種ね会員権、
あのバブルの時代の会員権ですからね、一体いくらだったんだろうって、ちょっとね庶民にはわからないとかありますけどね。でちゃんとね名前入りのグローブとか残ってるんですね。でこちらがサングラスのメガネなんですけど、サングラスこれグッチなんですね。さっきの靴も多分グッチだったと思うんですけど、まあグッチが好きだったのか、まあそういうね高級店でしか買い物はしなかったんでしょうけど、グッチ好きのババっていう感じがしますね。はい。でこちらは国際免許証ですね。ババさんの免許ですね。ではプロレスラーはメキシコ遠征で免許取ってくるって話ですよね。国際免許で日本でも使えるって、まあ今どうかわかんないですけど、当時はそれがすごい安上がりだった、で簡単に取れるからそうしてたっていう、だからメキシコ遠征と車の免許取得はセットだったって話ですね。でこれはアタッシュケースですね。これもなんかねえらい高級なブランドだったと思いますね。ババさんのねこの遠征とかを支えたものですね。そしてババさんといったらキューバさんの葉巻ですね。これすごいな。いくらするんだろうって。ブッチャーがね、プエルトリコ遠征に行った時に、キューバさんのタバコをいっぱい買ってくれ、来てくれるっていう話でしたね。で、これは、馬場さんの、軽井沢の別荘の家の標識、札っていうかね、看板だったっていう。こんなね、ジャイアント馬場と、オリジナルログハウスなんで看板やってたら、もう泥棒さんいらっしゃいっていう感じなんでしょうけど、まあ当時はおおらかな時代でしたね。そしてこちらは、巨人のね、ユニフォームとウィンドブレーカーですけど、これは OB 戦の時に着用したものらしいですね。馬場さんは巨人の OB 戦に行くと、青田昇さんに会うと、馬場って呼び捨てにしてくれるらしいんですね。もう先輩なんかほとんどいない世界じゃないですか、馬場さんには。だからそれがなんかすごく嬉しかったって馬場さん言ってましたね。そして驚きだったのが、今回ね、馬場さんの私物の、福袋を販売してたっていう。これどうなんだってね思う人がいるかもしれないんですけど、実際ね私物管理っていうのはすごい大変で、こういう展覧会用のピース何点か残した他のものっていうのは処分してしまうよりは、こういうところでねファンの皆さんにね売ったりね、あと他に有効活用してくれる人もいるかもしれないですから、僕はありだと思いましたね。そんなね、法外な値段もかけてないですから、まあ、いいんじゃないですかっていうところでね、ちょっと驚きましたけどね。で、油絵が趣味だった馬場さんの絵ですね、こちらは。で、波の絵を描くのが好きだったっていう。まあ、よくね、プロ級って言いますけど、まあ、プロ級ではないけど、相当うまいアマチュアレベルっていう感じの絵で、まあ、すごいなと思いますね。大きな手で。これだけ繊細な絵を描いていたっていうのはね、本当大したものだと思いますし、本当ね、ハワイの海を愛していたんでしょうね。そんなわけでね、これね、ダイヤモンドヘッドをバックに楽しそうな馬場さんですけれども、馬場さんはね、ハワイが大好きで、ハワイね、なんかすごい豪華なコンドミニアムを構えてたっていう話ですね。やっぱ温かな、おおらかなね、ハワイの土地柄が馬場さんにあったんだろうし、やっぱりね、ハワイ系のレスラーとの交流も多かったですね。そして、馬場さんはハワイでインタビューに答えたときに、ちょうどね、猪木さんが、何かな、都知事選かな、それとも議員選挙さ、初めて出たときか忘れちゃったんですけど、その報告を聞いて、馬場さんは、猪木ってのは本当よくやるよなって、俺は何もやらないぐうたらだと反省させられるよって言って、言った後に、その後に、でも猪木にはこうやってね、ゆっくりね、ハワイの波を数えるなんていう心境はわからないんだろうなって、もう言っていたらしいんですね。なんかね、そこにね、僕はBI のね、違いっていうか、そういうものがね、表されられてるなって、すごく感じたんですね。で、ここでね、一旦会場後にして、お昼ご飯を食べに行ったんですけど、当日ね、東急百貨店では、ジャイアントフェスティバルと評しまして、レストラン街で、ババテンとのコラボ企画をやってたんですね。まあ当然大盛りメニューなわけですよ。大盛りネギトロ丼、大盛り焼きそば、大盛りカツサンド、で大盛りお寿司ってね。他にも、まあね、蕎麦屋さんでは当然ね、ざるそば、特盛りみたいなね。もうつゆがいっぱいついてるっていう。まあざるそばこんだけ食べるの大変だろうなって思ったりしましたね。で他には、とんかつ屋さんは大盛りメニューってね。大盛りカツセットみたいなね。でもまあ僕50
4なんで、ちょっとね、揚げ物屋さんのこのメニューはちょっとチャレンジできませんでしたね。でここはね、今流行りの韓国料理店で、特製バルガン麺セットって、これもまたね、ちょっとね、繊維喪失しそうな量だろうなと思いました。で、結局どうしたかというと、これですよ。大盛り、特盛りメニュー。じゃーん、天丼ってこんなの食べれるかよ、みたいな。ものすごい量ですね。なんかね、なんか天丼にしようって思っちゃったんですね。でね、後悔してますね。っていうのも、食べても食べてもなくならないんですよね。なんだろう、これ魔法の丼かよと思うぐらい、ご飯もね、天ぷらもなくならず、お恥ずかしながらちょっと残してしまいました。申し訳ありません。っていう感じでしたね。やっぱりね、ババさんだけにジャイアントメニュー、大盛りもスケールがでかかったですね。で、大盛りつながりって感じなんですけど、大盛り選手のトークショーもあったんですね。これは元全日本のね、木原凛がの司会で、川田俊明さんと大盛り選手のトークショーが行われたんですね。屋上の特設会場だったんですけど、僕残念ながら見れなかったんですね。で、別の日には、今度は、ゴングのね、長野元編集長が司会をして、藤波辰巳さんと歌舞伎さんのトークショーがあったんですね。藤波さんと歌舞伎さんはね、元日本プロレスの選手ですからね。なんかすごい歴史を感じますね。馬場さんを語るに値する人たちだと思いますね。はい。で、会場の1コーナーでは、上を向いて歩こうっていうね、ジャイアント馬場の絵本の、その原画展が開かれていたんですね。で、原画作家の方がね、こう来場してサイン会をされたらしいんですけど、なかなかね、独特な絵でね、ああ、馬場が絵本になるんだっていう。まあね、その馬場さんが海外でね、こう苦しい思いをして、そしてね、日本人の誇りを胸に頑張ったっていう、そして亡くなっていくっていうお話なんですけど、なかなかね、胸にしみるお話だと思ってます。で、会場にはね、こういうふうにね、全日本プロレスの歴代ジャージが飾られていて、まあ相変わらずダサいなって思ったりしたんですけど、このね、全日本プロレス独特のなんかこの日テレ的ダサさ感みたいなのってありますよね。そしてこれは馬場さんのテニスシューズですね。まあでかいんですけど、下にね、なぜか歌舞伎さんのジャージがあるんですね。なんでこれあるんだろうと思ったんですけど、あ、トークショーがあるからなんだって。歌舞伎さんトークショーでゲストですからね。で、各、大会のポスターも貼られてて、これはボボブラジルですね。まだ猪木さんがいるっていう、1970年のポスターで、なんか僕が生まれるほんのちょっと前なんですね。不思議ですね。僕なんか母親のお腹にいる時にこんなね、馬場さんはね、魔人ボボブラジルと戦ってたのかって、その頃なのかって考えると不思議な気持ちがします。で、こちらはイアン・コロフとのインターナショナル選手権のポスターですけど、コロフってインターナショナル選手権に挑戦してたんですね。で、猪木さんとも戦って最後藤波さんにドラゴンスープレックスで負けるっていう不思議なレスラー人生を歩んでますよね。そしてこちらインタータック選手権ってね、まだね、ジャンボ鶴田が鶴田智美の時代ですね、大抜擢されてましたね。そして力道山13回忌の特別大試合っていうね、これはね、猪木さんがビル・ロビンソン戦が重なってて参加できなくて、まあものすごく当時ね、バッシングを受けたっていう、いわくつきの大会になってます。で、これもね、いわくつきといえばダスティ・ローデスが NWA 世界ヘビー級王者になってしまって、全日本プロレスがね、慌ててね、呼ぼうとしたらローデスが拒否して来日しなかったっていうポスターですね。この頃のね、新日本プロレスと全日本プロレス、そして NWA を絡めたレスリングウォーっていうものは熾烈なものがありました。で、これはちょっとね、矢継ぎ早にグッズの紹介に行きます。まずはこれね、馬場さんのフィギュアですけど、ちょっとこれ怖いですね。これちょっと僕欲しくないですね。で、お次はね、浴衣ですね。鳳凰ガウンを模している浴衣で、これ猪木さんの展示でもね、闘魂ガウンを模した浴衣がすごく売れまくってましたけど、これも売れてましたね。やっぱね、お風呂上がりね、ポーズ決めるんですかね。そして、様々なね、馬場さん関連の書籍も売ってましたね。猪木さん関連に比べて馬場さん関連って少ないんですけど、写真とかがね、豊富で豪華な方が多いんですよね。でね、やっぱ手形とかね、本当本人の手形なのみたいな感じですけど、印刷の手形とか、あと、トランプとかね。アンドレもトランプしてたけど、馬場さんもトランプしてたのかな。
って馬場さんだけじゃなくてね、鳥獣コンビのね写真持ってましたね。このブロディの写真思わず買いそうになっちゃいました。かっこいいですよね。でこれ面白いと思ったのは三冠ベルト、あのタオルですね。これアイディア商品ですけどなんか使いづらいなって気がしちゃいますね。でなんかね、なんかかっこいいところと馬場さんがコラボしたコラボグッズで、なんかねやっぱちょっとおしゃれになってますよね、プロレスグッズって。最近昔はね恥ずかしくてね、ジャイアントサービスのものをと思ったら恥ずかしいのはまだ売ってんですね。これなんかちっちゃい枕ですね。でも馬場さんの顔とかね、ドリーバンクジュニアとかハンセンの顔に顔つけて寝れんのかっていう水凶なやつらだと思ったらお酒ですね。馬場さんは新潟出身ですからね、やっぱお酒どころでもあるんで日本酒ですね。でこちらは T シャツですね。まあ定番ですね。やっぱデザインがやっぱかっこよくなってるなと思いましたね。昔のねジャイアントサービスの T シャツってね、ひどいもんだと思いきや、そのジャイアントサービスのデザインが今受けてるんですね。うちのあの連れ合いとか子供たちもこれおしゃれだとか言ってるんですね。だからすごい時代が一周回っておしゃれになるんだなと思いました。で一周回っておしゃれにならないのはウルトラセブンで、これ東道館からあのね出張のお店が出てたんですけど、ウルトラセブン2枚とも売れ残ってましたね。そしてグッズの、あのね、究極のグッズって言ったら馬場さんの油絵レプリカっていうね、なかなかこれここまで商売するかっていう気がしないでもないですね。で僕が実際に買ったのはブロディのあのマウスパッドですね。かっこいいでしょ。赤黒主体のあの懐かしラボはね、あの制作センターになってるんですね。そしてグッズを買うとおまけでね、このジャイアント馬場店特製のピカチュウがプレゼントされるっていう、オリジナルで作ったんですねこれね。なかなかおしゃれなことやるなって思いました。というわけでまあね、これくらいにしておきましょうかね。まだまだね、ご紹介できたようなものもいっぱいあるんですけど、もうキリがなくなっちゃうんで、まあ大体おおよそこんな感じの展示だったってのは分かっていただけたんじゃないかなって思ってます。はい。会場に展示されていたこの少し不思議な形のオブジェ、チューリップを模してるんでしょうかね。これはあの1999年馬場さんが亡くなった年に、馬場さんと素子さんがナイスカップル賞に選ばれて、それのね受賞記念のトロフィーなんですね。うん、綺麗ですね。で説明を見ますと、高校2年の秋に馬場さんは読売巨人軍にスカウトされて、それでプロ野球の世界に入るんですね。で翌年の春季キャンプで明石に行くんですけれど、そこで後援者の家に招かれた。そこの娘さんが後のね元子夫人だったっていう。で2人は静かに愛を育んで、1971年9月にハワイで挙式を挙げたんですね。不詳不随であり二人三脚の人生で、1999年には良い夫婦の日ナイスカップル賞の特別賞に選出されたっていうね。うん、でこのね馬場さんと素子さんの絆のエピソードとしては、このねメイン展示の本当メイン中のメインだった鳳凰ガウンっていう、このガウンっていうのは素子さんのね結婚衣装を仕立て直して馬場さんのガウンにしたものなんですね。なんかそう考えると本当に深いね関係を感じますね。で素子さんっていうと、僕らプロレスファンはちょっとね嫌な人だなみたいな風なね威圧的な面があるなっていう風に言ってたんですけれども、それはねなんか全て馬場さんの前に立ってね、なんていうかね門番っていうか玉よけのような役割をしてたっていうことの表れだと思うんですね。最後まで嫌われ役に徹してたっていう。でこの二人のまあね晩年の姿しか知らない人にとっては、あ本当にねいい夫婦だなみたいな感じで、この距離感がまたね、あの今不詳不随っていう言葉はあんま使わないと思うんですけれども、で意味も語らないんですけれども、まさにね不詳不随っていう関係だったと思います。うん、で1999年に馬場さんが亡くなってから、全日本のね立て直しに奔走した素子さんは2018年に病気で亡くなったんですね。そして今は馬場さんも素子さんも、素子さんの生まれ故郷である
明石のお墓に2人で入ってるそうです。なんかね、偉大なる日本のプロレスにね、大きなね足跡を残した2人のこういう関係っていうのを感じることができて、いい展覧会だなって思いましたね。でいつまでもね、日本のプロレスの発展をね見守ってほしいなって思っています。